皆様こんにちは、カシオ中国の渡辺です。データを意思決定の判断軸としたマーケティング手法や経営手法、いわゆるデータドリブンなマーケティングを進めていく必要が高まっています。そのための第一歩として、まずは様々なルートからデータを入手すること、その膨大なデータを正しい形で保管管理一元化するツールが必要です。ただこれまではデータソースごとに入手管理しており、膨大な作業やデータの整合性を高めるには大変な時間と労力がかかっていました。シューズチョンタイの導入後はデータ収集管理だけでなく、集まったデータをデータバンクや策略中心繊維参謀と連携することで、より高い精度で市場の把握が可能となり、最適化された戦略を立てることができるようになりました。手術状態を通して、これまで把握が難しかったお客様とのタッチポイントでの情報がブランドとしての資産となりまして、使用可能となりました。一例ですが、現在オンライン・オフラインの店舗資産の融合連動を進めています。また広告投下の効果を高める上でも、不意流をする情報を積極的に分析し使用しています。それによってですね、さらに新しいビジネスチャンスにつながるのではないかというふうに期待しています。お客様への価値の提供だと考えます。お客様を理解し、コミュニケーションを取り、お客様が楽しんでいただける体験、満足する商品を提供するための基盤となるツールです。ブランドのデジタル化を推進していくには、多くの課題に挑戦していかなければなりません。ブランド、商品、生産、物流など、これらはありと緊密に連携を取り、最先端のデジタル技術、データ分析を通して改善していかなければなりません。ありとの合作を深め、ブランドもお客様とともに発展していかなければなりません。最後、カシオとありとの緊密な協力で多くの成果を生み出し、より良い未来を創造することを心から願っております。